東京渋谷情報発信基地渋谷でひときわ目立つセルリアンタワー。ホテルとオフィスを兼ね備えたこの高層ビルの中に日本を代表する総合インターネットグループ GMO インターネットがある。通勤風景を見てみると子供を連れたお母さんが、ベビーカーを押したお父さんも、一体どこへ行くのかついて行ってみると、みーちゃんおはよう。おはようございます。おはようございます。なんとそこは託児所だ。実はここ GMO インターネットグループが作ったスタッフ専用の託児所ベアーズ。もちろん子供の世話をするのは資格を持った保育士さんたち。おはようございます。おはようございます。それにしてもオフィスの一角を割いてわざわざ託児所を作る理由とは。地元の保育園に入れないっていう、入れないので復職できないっていう現象があるので、そういったところを会社がバックアップしてくれて、まあ、こういったオフィスの中に、託児所ができたっていう。身近に、まあ、施設に預けられるので、はい、すごい安心です。オフィスの横に託児所があるので安心して仕事に集中できる。これが業績を伸ばす要因の一つだ。GMO インターネットグループは1991年に創業。インターネット関連ビジネスで着々と業績を伸ばしてきた。現在上場企業6社を含むグループ企業は60社を超え、スタッフ数は3000名以上を誇る。その輝かしい業績はドットコムやドットネットなどインターネットの住所であるドメイン事業、国内シェアナンバーワン。ホームページの運営に必要なレンタルサーバー事業、国内シェアナンバーワン。ネットショップの運営を支援するショッピングカート事業、店舗数国内ナンバーワン。ネットショップのクレジットカード決済を支える決済事業、決済額国内ナンバーワン。通信を暗号化しネットの成りすましを防ぐセキュリティ事業、国内シェアナンバーワン。ネットで株や為替の取引ができる GMO クリック証券、 FX 取引高世界ナンバーワン。さらに大規模メディアの自社開発運営からネットの集客まで支援するネットメディア事業、独自のノウハウで急成長するスマートフォン向けゲーム事業 G ゲーなど、 GMO インターネットグループはナンバーワン事業の集合体を武器に連続増収増益を遂げている。まさに日本のインターネットを支えるトップ企業なのだ。その会社を創業以来牽引してきたのが熊谷正俊代表。グループの結束を固めるため毎週行う重要な会議があるという。月曜の朝、広い会議室に集まったのはグループ企業の幹部たち。全員が手帳を見つめている。一体何が始まるのか。お疲れ様です。1995年から続けております、GMO インターネットグループスピートベンチャー宣言を紹介いたします。我々はベンチャーである。技術力や経営手法がクローズアップされる企業は数多くありますが、真のベンチャーの優位性はスピリットの共有にあります。仕事の夢は一番になること。一番になること。このスピリットベンチャー宣言こそ
グループ全体の結束を高めるための GMO のバイブルなのだ。もう一つ GMO の強さの秘密がオフィスの中にもあった。それは壁に取り付けられたたくさんのモニター。そこには各セクションの営業成績などがリアルタイムで表示されていた。情報共有のツールで使ってまして、これをいち早く共有することによって、スピード感あふれる事業を展開していくというところで使っています。短いサイクルで成果を把握し改善を繰り返す、このスピードこそ GMO インターネットグループの強さなのだ。こちらは会議室。何やら慌ただしく準備をしております。ちょっと緊張の様子の若手スタッフ、これから専務にプレゼンするそうです。モノバイドットコムの、直近の、キャンペーンについて決済を行いました、全員席につき、あとは専務を待つばかり。すると、なんと安田専務はモニターの中。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、それでは早速お願いいたします。はい、実は専務は海外の出張先からの参加だ。ご相談がございます。その要因としては、これは GMO 恒例のスカイプ会議。幹部の決裁が必要な事案は毎日山積み。でもこのスカイプ会議ならどこにいたって出席可能なのだ。新しいコムネット系のキャンペーンを下旬で実施したいと思ってるんですが、よろしいでしょうか。はい、了解いたしました。はい、どうでした。OK もらいました。よかったですね。はい、若手スタッフでも幹部と直接話ができる。それがモチベーションを高めている。急遽なんですけど来週やることになったので、早速社内のプロジェクトスタッフを集めて打ち合わせ。まずは新規プロジェクトに合わせてホームページのデザイン変更だ。そこいらないですね。いらないここもうちょっと全面的にいいんじゃないですか。決裁が降りたばかりのプロジェクトがその日のうちに動き始めた。この件、来週週明けにライブお願いしたいんですけど、はい、スケジュール調整って可能ですかね。そうですね、今の話を聞いたものをちょっと優先的にするので、他の案件調整してよろしくお願いします。GMO はシステムからデザインまで全てが自社開発。社内には大勢のエンジニアやクリエイターが揃っているので、システムやデザインの変更もスピーディーに行えるのだ。一仕事終えた後は社内のカフェ GMO ユアーズで昼食。たくさんのメニューの中から自由に選ぶビュッフェスタイルのようです。実はここ全て無料、しかも24時間オープン。これも福利厚生の一つなんです。ちゃんとカロリーとか計算されて、はい、バランスよくこう食事が取れるので。自慢の会社ですねこちらのスペース、金曜の夜はバータイム、スタッフの交流の場として活用されています。さらにここでは24時間無料で食べ物を提供しています。実は GMO には深夜も働いているセクションがあるんです。その一つがカスタマーサポートセンター。はい、ありがとうございます。そうしましたらお客様、現在共用サーバー S3 ご利用かと思われます。お客様からのお問い合わせに24時間365日対応しています。スピード感のある経営、全てを自社で作り上げる技術力、そして万全のサポート体制、開発から販売サポートまで全てを自社提供することで GMO 独自のナンバーワンのサービスを生み出し、それが顧客満足度ナンバーワンという評価につながっている。
仕事の夢は一番になること。創業以来スピリットベンチャー宣言に刻み込まれた精神と最高の職場最高の人材が新たなインターネットの世界を作り上げていくのです。